え、おめでとう結婚。あ、エマ。エマ結婚おめでとう勝手に今祝ってるから。そう、ぜあの祝い会しようって言ったの。で、私そういうの無理じゃん。自分から立てるの無理だから、エマしてって言ったの。そしたらスルスルって言ってくれた。だからちゃんと組み立てはエマがして、はいはいはい、祝おう会しよう。面白そう、やりたい。ね。いいですね。うん。ありがとうございます。連絡しました。ちなみにおめでとうってお二人。いや、あの連絡が来て、そう。あ、来た。いや、ね、ちゃんとしてるよ。ちゃんとしてるんですよ。しかもちゃんと今日大丈夫ですかって、うん、LINE 来てから大丈夫だよって送ったら連絡くれるっていう完璧な女なの。すごい、うん。そういうところが古い。そうね。違う。そうそうそう。いつ頃連絡来たんですか？え、発表前です。発表の2日前、昨日、昨日ですね。もう2時ですか。はい、19日。なんて言ってたっけ。なんか、私は、うん、ご報告がありましてって言われたから、うん、おめでとうって言ったんですよ。おめでとう今までっつって。あ、分かったんだ。だってか聞いてた。あー、なるほどね。そう、うんうんうん、前に仕事した時に聞いてて、うんうんうん、でもその時はまだ入れてなかったんですよ、うんうん、で、うんうん、私が電話来て入れたんだと思ったら、そう、入れてましたって、実は、うん、そんな中で言ってたんだけど、うん、って言ってて、わざわざ、じゃあだからいいのにわざわざって。しかもその前に会った時に言ってたのに、うん、入れてもう一回連絡する。そうなの、だからいいのにってますますなったのに。偉いなと思って。ちょっと偉いわ。できた子。誰に最初に電話したか気になりますよね。ああ、確かに。順番気になりますよね。順番大事か。私全員にもう言い終わったことでした。え、じゃあ、あれだったんで、忙しかったんじゃない。忙しかったんじゃない。いや、そんなことない。え、私、わかんない。え、何時ぐらいに電話した？ 5 時ぐらい。ああ、私だって。お昼過ぎだった。私が5時って言ったからか。そうよ。5時ぐらいだったら家にいるよって言ったから。うんうん、多分そう。いやー、だって電話した時に YouTube とか撮ってないですからねとか、ちゃんとそこにこう笑いをゲルこうちゃんと入れてくる。2人だけのさ、会話の中に入れてくるっていう。私は撮ってないですからねって意味じゃない。そう、そうなの、そうなの、それなのよ。絶対それだよ、それなのよ。ほんと面白いね、うん。いやー、うん、本当に嬉しいよ。ね、嬉しいね。あ、そう、お先ですって言われた。その一言よ。いいなって言っちゃった。あ、はいはいはい。いいなって言っちゃったからお先でーす。いいなー。お先に行かれましたね。うん、私だよ。うん、ね。ね。裏切らないよね。いや、裏切らないよね。大丈夫？順番守れる？順番ある？今回のと思ったけど順番ある。ある、わかりました。じゃあ、あるんだったら待ちます。まあ、まだね、何人か上にもいらっしゃいます、うん、順番待って。何人かいらっしゃいます、はい、うん、そうだ、大丈夫、焦らないね。え、まあ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 、願望あります。いやー、さあ、いろいろさ、この年齢になったら考えるのよ。そうですよね。そう、幸せとは。いやでも、それは考える。今来る時も思ってる。空見上げながら。いや、もう怖いから空見上げて。いや、幸せとはみたいなさ、やっぱさ、思うわけですよ。あ、そうですね。そうそうそう、もうね。私たちも30代半ばですからね。ですよ、はい、本当に。なので、まあその中で、ね。そんなもん。そんなもんです。結婚に憧れはありますか？憧れ したい。憧れはないです。憧れはない。憧れか。私現実主義者なんで、憧れというよりは、あー、なんていうか、あー、でも、うん、憧れというよりはっていう言葉はすごくわかる。わかります。うん、ちょうど30になる手前ぐらいは憧れだったんですよ、うん、その30を前にして。結婚ってこう周りも増えてきて、そう、結婚ってこうやっぱりこうみんな子供できて、そう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 、
もちろん思った時期もあったし、結婚したいなって思う時期もあったんですけど、うんうんうん、あ、なんかね、やっぱいろんな人の話を聞いちゃうから、うん、最近先輩方もね、うん、憧れというか、そのなんていうか、ちゃんと責任と覚悟がないとしちゃいけないっていうものに変わってきてしまった。いや、そうだったらもう本当に19とか20歳の時に、うん、バーンって何も考えないでバーンって、うん、もう結婚しちゃった方が良かった。でもちゃんとこれはどうだ、あれはどうだとか考えちゃうようになってからの結婚は、なんかね、踏み切れない、うん、こう、いろいろ年いくと考えますね。そうね、いろいろよ。まあでもいろいろで、こういう時代でよかったなと思いますけど。あ、そう、確かにそうで、やっぱりね、うん、本当にそうそう、少し前だとね、うん、まあ今でさえ言われるじゃないですか、うん、まだどうなのとね、うん、まだなのとか言ってないのとか、そうそうそう言われますけど、そうそう特にさ、鹿児島に住んでんじゃん。そうだね、そう、そうだね、そう、だから東京にいたらあまり言われないですし、あの 女性の方でもかっこいい方っているじゃないですか、仕事バリバリして、うわめっちゃ憧れるっていう方いるんですけど、鹿児島に帰ったらやっぱりこう家庭の人たちがやっぱ多くて、だから、そう、私いつも揺らいでるんです。もうどっちもに揺らいでる、どっちもに揺らい、結婚したい、でも一人の女性かっこいいなって、やりたいことズバーってこうさ、で周りは、でもそういう人たちって一人じゃなくって、なんか仲間がいたりしてて、かっこいいなみたいな。女性はね、やっぱリミットがありますから。いや、ほんとそうなんすよ。男性はね、ないかもしれない。ほんとそうなんですよ。そこが本当に、もし子供が絶対に欲しいって思うんだったら、もう絶対今から人を決意すべき。ああ、そうだね、今ね、あるもんね。し、まあ、別にそれに頼らなくてもいいと思います、うんうんうん、本当いろんな形があるから、知らないよりは知ってた方がいいから、なんか自分でこうやっとかないととはすごい思いますが、思うよ、思いますが、本当に思うよ。それに関しては思うよね、だって奇跡だからね。そうですよ、命がけだから。まあタイミングもね、いろいろねありつつ、そう、私たちはビリーどうなったかっていうわけですよ。そう、今から何食べてるでしょうかみたいなのを今からするんですよ。いや、こういうのいいよね。それはそれで幸せな時間ですよ。そう、こうやって幸せを作っていくもんなんですよ。自分次第ですからね。そうなんです。いいですか、じゃあ私が食べてるのなんだろうなして。僕もなんかいいですか。え、もう一個、はい、ちなみに江端さんって、うん、お相手ってあれ、コーチの方でしたっけ、はい、どんな方ですか。どんな方か、私は会ってご飯も一緒に食べたことあるんですけど。あ、そうなんだ。はい。どんな方？いや、面白いですよ。やっぱエヴァに会う。だから。あ、待って、じゃあ私から言っていい？いいです。私そんなに、コーチっていうか、そういうのでイメージしかないんで。うん、私はセッターなので、彼は、旦那さんは。なので、すごくこう、優しくって、で、なんか女性にも気遣いができて、なんか、うん。こう、変に前に出ないみたいな。でもこう楽しむときは楽しむし、こうすごい視野が広いなっていうイメージだった。うんうんうん、でもなんか面白いってさ、今言ったところ、なんだろう、エヴァをうまく、うん、なんかいなす感じ、はいはいみたいな。うん、エヴァを結構ほら、だからほら、なんていうの、口が達者だから、うん、なんていうんですかね、言い負けない。あ、旦那が喧嘩とかじゃなくて、うん、会話してるのをどん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 返せるじゃん。返せる。でそれを最終的にはいはいってなんかやってくれるような。へ、でもすごいなんかね、面白いんだよな、なんかあの二人なんか。でもこう、うん、なんていうの、スタイルもいいし、そう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 、スタイルもいいし、身長も高いしね。そう、なんか、ね、おしゃれなのよ、着るものとか。あ、そう、二人すごいなんか映えてたよ。あー、一緒にいるところか。おめでとう。ほんと、これは自宅に突撃晩御飯だな。うん、行こう、食べさせてもらおう。行こう、2人とも出演してもらおう。あ、そうね、うん、お茶碗持っていこう。そうしよう。うん、じゃあ、しゃもじ持って、うん、しゃもじこんばんはーっつって行くから、よろしく、待っててね。